1660年のハンブルク。ハンブルクの城壁とは、1616年から1625年にかけてハンブルクに築かれた防衛施設である。城壁は19世紀の前半に撤去され、緑地に置き換えられた。1694年のハンブルク。ハンブルクで13世紀に建設された市壁は、早くも15世紀の終わり頃から部分的に防衛施設で補強された。16世紀の終わりには、市街の全体が複数の円形堡塁を備えた、いわゆる新しい城壁に囲まれる。しかし、これらの防衛施設は建設の時点で旧式化しており、成長に勤しむ町の発展を制限してしまったと、外、アルスター湖に分かれる。新しい城壁は防衛施設群に組み込まれ、強化された。堡塁は両方に改築されている。こうして、ハンブルクの城壁には22の両方が備わった。これらのうち21基は、平面図上で五角形を描いており、より小さな1基は三角形に、城壁からせり出していた。すべての両方には、名が付けられていた。さらに両方間の水濠の切れ目を守るため、三角形の半月堡が11箇所に設けられた。城壁の東西にある15の両堡が十分な大きさで建てられた一方で、グラースブロークからエルベ川にまたがる南部の両堡は小さめに作られた。町の西部、エルベ川の岸には、いわゆる各堡が建てられている。この前進した防衛施設は敵軍を本来の堡塁から隔てる役割があった。同じ目的で1682年には星型のスカンスが追加され、その形跡をハンブルクの地名に留めている。これは1805年爆破された。城壁を保管したのは町を囲み、外側に向かって下り坂を形成する射程である。なお各防衛施設には合わせてほぼ300門に上る大砲が配備された。町の成長を見越し、この城壁は当時のハンブルクのほか、同じくらいの広さの隣接地を囲んでいた。ここにできたのが、現在のハンブルクのノイシュタット区である。城壁と両方は、はしごで乗り越えられないよう芝で覆われ、尖った坂もぎを打ち込まれた。これらの防衛施設を建設するため、ハンブルクは10年間で市の年収の1/4を費やさなくてはならなかった。そして1624年には、工事がほぼ完成する。複数の要塞を建築していれば、費用は幾倍にもなったであろう。また、防衛施設への投資はすぐに報われた。30年戦争の間、ハンブルクは神聖ローマ帝国で被害を免れた数、少ない町の一つとなったのである。その防衛施設は重厚だったので、同戦争を通じて、甲状戦が試みられたことは一度もなかった。これによって、町は安全な場所とみなされたのである。その間に、数多くの避難民が流入し、町の人口は著しく増加した。城壁を貫くのは町への入り口、すなわち市門である。ミラーン門とダム門は町の西側で、シュタイン門は東側で、防衛施設の通過を許していた。ザント門とブローク門は、エルベ川に通じていた。後には、さらなる通路、ズイーベキンク広場のホルステン門、クロースター門及び大碑門が開いている。1790年の地図に見る城壁。同様の城壁、いわゆるノイエベルクが1697年、城外のザンクトゲオルクに建てられた。現在のゼックスリンクスプホーテとバルドールに沿う土地は、後のザンクトゲオルクアスクレピオス診療所とベルリン門のエスバーン及びユーバーン駅を建設する場所として活用された。その他、ベルリン門の形跡を残す地名として、ベルリーナー島アダムがある。また、リューベック門も、リューベッカー島アダムにその名を残している。ゼックスリンクスプホーテは、アルスター湖付近へ抜ける、際の通行量にちなむ名前である。1800年頃のハンブルクとその近郊。城壁に守られ、ハンブルクは17世紀から18世紀にかけてヨーロッパでも有数の貿易都市に成長する。著しい人口の増加は城壁の内側でますます立地を呼び住居事情を悪化させていった。その改善策や成長する金鉱との交流は1798年以降、段階的な指紋閉鎖の導入につながった。閉門後は通行料を支払わないと市内へ入れなくなったのである。その中で長く続いた経済成長は19世紀の初頭に中断する。当時、防衛使節軍はすでに著しく老朽化していた。戦乱に巻き込まれないよう、1804年には城壁を公園に置き換えることが決まる。これらの防衛施設は1806年にモルティエ元帥率いるフランス軍が侵攻し、町を占領した時には障壁として機能しなかった。そしてモルティエ元帥の後任、ベルナドット元帥の次に総督となったW元帥の命令で、フランス軍は1810年にハンブルクの採用再開に着手し、城壁を再建した。その際、ハンブルク市民は強制労働に従事させられている。1814年、フランスによる占領は終わりを告げた。翌年、ハンブルクはドイツ連邦に参加する。政治状況の変化と地域拡大への配慮により、城壁は1820年から1837年にかけてイザーク・アルトマンの監督下、緑地へと転換された。同じく古い市門も撤去され、新しく作り直された。市門の閉鎖は、すでに時代に合わないものとされて久しかったが、1860年まで廃止されなかったからである。アルトマンが作った緑地は、当時のドイツ全土でも、典型例とするにふさわしい特徴を持つものとなった。しかし、それは早くも1840年代、ハンブルク・ベルゲドルフ線の敷設によって、大いに失われる。何よりもハンブルク中央駅の建設とそれに伴う鉄道関連施設の設置、また美術館やドイツ帝国郵便管理局、関税総局などの公共施設の建設は、泡沫会社乱立時代において、緑地の東部に破壊的な悪影響を及ぼしている。ひとまず形を変えずに残ったのは、市の中心部の西側の緑地のみであった。1892年のハンブルクの城壁。水郷の一部も描かれている。第二次世界大戦中から何より1945年のドイツ降伏直後に城壁の非常に深い水郷は市中心と隣接する各地の瓦礫を捨てる場所として利用された。その結果、周辺の土地はかなり平坦になる。1890年頃には維持されていた水郷も瓦礫の廃棄やそれに伴って必要になった改築工事によりシュテファンスプラッツの旧植物園に残る一部を除いて姿を消した。ザンクトゲオルクのホルツダムにもシティ=エスバーンが敷設されるまでは市の水郷の一部が残されていた。これは哲学者の泉と名付けられていたが、今ではかつてフィロゾーフェンベークと呼ばれた線路と並行に走る歩行者道しか残っていない。かつては城壁の西側部分であった場所の現在の光景は、おおむね1963年と1973年に開催された国際園芸博覧会に由来する。現在、昔の城壁は大城壁、小木壁と旧植物園に分かれている。1963年の博覧会に際して、公園のこの部分は道路橋及び屋根付きの通りによって通過可能な公園へとまとめ上げられた。1986年以降、ミラーン門からダム門までの城壁は公式にプランテン・ウン・ブローメンと名付けられている。また、唯一部分的に残った領保はルドルフス領保のみである。プランテン・ウン・ブローメンでは愛国者の銘板がルドルフス領保の位置を伝えている。カスパールス領保の上には1906年ビスマルク記念碑が建てられた。多くの通りの名前は、かつての城壁にちなんでいる。例えば、ホルステンバル、ダムトーア、クロッケンギーサーバル、ランゲミューアレン、クルツェミューアレン、クロースターバル、ヒューナーポステン、ミラーアントーア、クロースタートーア、ダイヒトーアプラッツあるいはグラスイー諸聖などである。また、ヨハン・ファン・ファルケンブルフの名を冠した通りもある。ダムトーア駅と中央駅南部の間からダイヒトーアハレンまでは、かつて城壁があった土地が長距離鉄道の乗り場に利用されている。同じく中央駅とアルトナ駅を結ぶ連絡線もそのような場所に敷設された。ありがとうございます。